はい、今日のサブチャンネルはですね、マロさんの爪切りしたいと思います。最初こう引き取った時、ペットショップで爪切りしてくれたでしょ。で、あの子猫でね、風邪を長引かしちゃってて病院に通ってるんですけども、病院でもしてくれるんですね。行った時に毎回やってくれるんで、それでもう2回目、3回目、4回目ぐらい。タイミングがよく伸びないんですよ。ということで、マロンさん、爪切り初でございます。でさ、僕、最近この、思ったんですけど、これ使ってます。はい。ぶっちゃけ Amazon でこれ全然安いやつなんですけど、ペットショップとか動物病院行くと、業務用なのかな？ガチなやつあるじゃないですか。あれを家庭用で使ってる人っていいのかなって思うんですけど、皆さんどういうの使ってますでしょうか？切った時に飛び散っちゃうの、これ。ちょっといいのあったら教えてください。ちなみに、チャチャさんはすごい嫌がります。はい。やりたいと思います。結構そうか、子猫だからあんま伸びてないように感じるのかもしれない。子猫の時にトラウマ作っちゃうと、もうそれずっと長引いちゃう。チャチャよりは嫌がらないけど、嫌だね、嫌だね。うん、これやっぱさっと切る。うん、それがポイントだと思った。ちょっと我慢しよう、もうちょっと我慢したら、こっちの手。あのね、これはね、共感できると思う。やっぱもたもた切ってたらやっぱ嫌がるし。ごめんごめん、こっち伸びとるね。マロちゃん伸びとったよ、こっち。一個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 ね、大丈夫大丈夫。やっぱり親指難しいな。うわ、めっちゃ伸びとるよ、マロさん。なんかね、縦に切るとダメですね。横向きに切らないと割れちゃいますね。マーロン、マーロンちゃん、どこ切ったか忘れてば、右手な。マーロンちゃん、かわいいもんやな、おめえ、チャチャに比べたら。チャチャさんはね、後ろ足は全然やらしてくれませんね。本当に嫌がるんで怖いですね、むしろ。はい、飼い主の僕でもチャチャさんの後ろ足をやるのは怖い。それに比べたらマロさんって可愛いもんだ。マロ、ごめん、我慢しよう、もうちょっと、ごめんな。長毛種の猫とか、まあ、ワンちゃんも一緒だと思うんですけど、めっちゃ切りにくくないですか。毛で覆われてるからどこまでとか見えないんですよね。うん、うん、オッケーオッケー、うん、オッケー、切れた切れたよ。いつも泣かない声で泣くから切りにくいじゃん。うん、よし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 、だいぶ神経使いました。マロさん、はい、終わり、行ってよ、行ってよ、終わり。